くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。今日はショートじゃないよ、くるぶしです。はい、どうもありがとうございます。くるちょもチャンネル東京いでくるぶしがあなたの昼と夜を独り占めちょっと久々に言いすぎてセリフ忘れてます。まあ、僕が生まれ育った東京都足立区というところがあるんですけども、足立区のですねセブンイレブン限定で販売されてにぎわいを見せてる商品をちょっとレビューしたいと思います。それがこちらです。エビクリームライスと小松菜サラダ。この2つの商品、エビクリームライスと小松菜サラダというのね、この2商品がですね今限定で販売されてるんですけども、エビクリームライスといえばくるちょもチャンネルでも一度作りました。僕が生まれ育った足立区の、給食、小学校の給食で生まれたメニューですね。足立区はですね90周年記念という感じでコラボメニューとなっております。なので本当に足立区以外では売ってないメニューとなっております。小学生時代の思い出なんか語りながら食べていきたいなと思います。それでは行きましょう。レディーゴー。くるくる、今温めてまいりました。エビクリームライス、小学校時代の友達みんな好きだったので、小学校の友達から LINE 来まして、ね、エビクリームライスセブンで作ったよみたいな LINE が来ましてね、じゃあ早速開けてみたいと思います。ご飯とこのなんていうのルーが別々になっておりますね。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ早速こちらを。エビクリームライスってるよいしょよいしょで、この小松菜サラダ、これね僕はちょっとね給食に出てた覚えがないんですけど、とりあえず食べれば思い出すのかな、この小松菜サラダとエビクリームライス、足立区の限定の、セブンイレブンメニューですね。それではいただきます。あと小松菜サラダからいってみましょうか。小松菜にツナが乗ってる、あと豆もやしが乗ってますよ。これ何味なんだろう。いただきます。あ、うまい。食べたことある感じがする。肘にちょっとビニールついてる。うまい。あー、これ食ったことあんな、マジで。味的にはね、ごま油とね、多分麺つゆ的なもんだと思うんだけど、すんごい食べやすい。全く期待しなかったんですよ。居酒屋のお通しとかで出たら全然ありだね、これ。美味しい。これは評価高いわ。じゃあ一応ね、最後、くるぶしがですね、星をつけますんで、5点満点中で、はい。これは結構ポイント高いな。なんだっけ、小松菜サラダ。ちょもちょも。じゃあ、続いてですね、この思い出のエビクリームライス、行ってみましょうか。1ヶ月に1回ぐらいは出たのかな、エビクリームライス。もうこの日だけは絶対みんな学校休まないですからね。うまくて。どんぐらい再現されてるのか。やります。なんだろうな、なんかこれ生姜的なもん入ってるかな。ちょっと違くない？このエビクリームライスを全く食べたことない人が食ったら全然美味しいかもしれない。もうちょっとでもねクリーミーでいいかもしれない。やばい、ちょっとガチサイズ。くるちょもチャンネル、小学校の俺はといえばですね、まあ一番、まあ、生きてきたな中で一番ちょっとやさぐれてたというか、小学校のグループでも
結構やんちゃなグループに属してまして家を死にたい俺は違いますよ。俺はそれを怖がって遠くから見てて、友達がなんかそういうお家に石投げてたりわざとね、女子の前でプールの授業着替えてチンコ見せて校長先生が家まで来たり、いたずら好きの小学生でした。今の俺とあんま変わんないっていう。小学生の頃は鈴江ちゃんという子が好きで2年生ぐらいから5年生ぐらいまで好きで、で最後の1年は舞ちゃんという女の子が好きでした。実らない。僕は大谷田小学校っていうところで育ったんですけど、今なんか時代感じるなって思うのがすごいんですよ。この一度やってみたい悪いことっていうあのトークテーマがあって、あの僕はね立てこもりしたいって書いてあるんですけど、もうねすんごいんですよ。クラスの女子のおとなしそうな子がさ、殺人をしてみたい、しかもバラバラ殺人、これ今じゃ絶対無理だからね。本当に何考えてんだって言われた少しずつなぶり殺すっていうのもあるし小学校のこのランキング、好きな歌1位、スイートナインティーンブルース安室奈美恵、2位、楽園ザ・イエローモンキー、3位、グローブキャントストップフォーリングラブ、スターになりそうな人第1位に、僕が輝いておりますね。はい、スターにはなれませんでしたけどアンダーグラウンドのスターにですね。なかなかもうアルバムとかね見ないじゃないですか。しかも僕のアルバムボロボロなんでちょっといろいろあってじゃあ最後の、ビクリームライス完食しよう。完食です。ごちそうさまでした。ありがとうございます。くるちょもチャンネルの、足立区限定の、セブンイレブンのメニューエビクリームライスと、小松菜サラダ、2つ食べてみたんですけど、非常にね、僕はねこの小松菜サラダがめちゃくちゃ美味しかった。エビクリームライスはまあまあ、安杯もうちょっとうわっていうのあってもよかったな、感じです。星つけるとしたら、小松菜サラダは星5甘いエビクリームライスはですね、星3つぐらいですかね、星3つぐらいですかね、もうちょっとねクリームドロドロでクリーミーな方が良かったかなと感じですね。これはねこのメニューはあのルーはねただただクリーミーでいいので、ちょっともう一回勉強してましたまあ僕の好みですけど、多分みんなそう思うんじゃないかな。でも非常にね同じと言ったら同じなんで、これ自体ね作るのめちゃくちゃめんどくさいんですよ。炊飯器でこれ用にご飯炊かないといけないし、エビの背わた取ったり、ホワイトソース作ったり、本当にめんどくさいので、こうやって手軽に買えるのは非常にありがたいので、エビクリームライスが430円、でこの小松菜サラダが240円で、販売されてますんで、ぜひぜひ、皆さんね足立区にいないっていう方もね、なんか、今店員さんに聞いたら今週いっぱいはやってるようなことを言ってましたので、ちょっと足立区に住んでないけど食べてみようかなっていう方はね、ぜひ食べてみてください。今日はエビクリームライスが、思い出の味エビクリームライスと、小松菜サラダ、セブン限定メニュー食べてみた、お送りしました。ありがとうございます。鈴ちゃん好きだった。